最終目的は数字とかロジックでやるかなと思います。でも飲みたくない勝者上昇してますね。昨日飲み会楽しんでたよね。すごい楽しかった。めちゃめちゃ数字なんか行こなかったよねしょうもない話ばっかりして今回視聴者限定で無料で転職相談乗れる機会を提供いたします。ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに皆様の挑戦お待ちしております。はい、皆さんこんにちは、徳島俊介です。朝です。こうきです。ゆうすけです。ということで今日も始まりました企画。企画特集リベート何企画って疲れてる疲れてるということで雑に始まりましたが今日の企画はですね、まあ、特集ディベートっぽいやつでして、うん、理想の上司は外婚上司か商社上司かっていうテーマで撮っていきたいと思ってます。あの、それはショーツのイメージで、そう、ちょっとメガネかけてほしいんだけど、あ、確かにということで、まあ、あのショーツで一般上司、商社上司、外婚上司みたいなコンテンツが伸びたりして、まあ、結構フィクションが混ざってるけど、まあ、ぶっちゃけリアルなとこも半分ぐらい混ざってるんだろうって半分ぐらい、なんか僕らのショーツを、まあ、こんな上司いるよねみたいな目線で見てくれてる結構多いと思って、で、この際もう白黒つけようじゃないかと、ちょっと僕も最近外婚上司に人気をされ気味なんで負けてらんねえなと。サスケ人気はもう終わったよそう、もう後期のチャンネルになってきてるからしょっちゅう虫眼鏡ってると僕は結構慣れてますね。いやそうだろ誰が虫眼鏡まず状況整理しておくと、後期が演じてる外婚上司はどんなキャラクターというかどんな上司？やっぱりロジカル、詰める、仕事は成果が一番みたいな、うん、成果とか数字とかね、期日とかね、期日とか、うん、細かいとかね、うん、仕事は仕事で何とかしろっていう、うんうん、そうだね、冷たいとかちょっとそうですね、イメージかな。でもたまに優しい、たまに優しいそれが優しいのと、飲み会と女の子はちょっともう始まってるなんかアピールがあるで、商社上司はその逆をちょっとイメージしてやってて、ファッション系とか熱量とか、うん、まあ、あの数字よりもなんか、なんだ、気合とか、うん、仕事よりも飲み会とか、その対比でやってるね。そうだ、結構距離感近い上司ですね、うん、そうでも暑苦しいみたいな、ちょっと悪い感じという表現、人情味あるけど鬱陶しいみたいな、そう時々でも好きっていうコメントもありますよね、うん、こう優しい、もう始まってでもいそうっちゃいそうですよね、両極端のタイプとして。そうだね、実際に俺も実際勝者で、あの、こういう上司いたし、うん、まあ、自分もいたから、うん、そうドライでウェットみたいな、ドライでウェットみたいな、ね、っていうのでディスカッションしていきたいと思います。まあ、どっちの上司と働きたいですかって言ってみましょうか。うん、難しい、いいんじゃない、はい、いいんじゃない、どう戦うんですか、これ。これはチーム自分の味方しいですか、これ。そう、これは後期と俺はもうチーム決まってる。チーム決まってる。外交上司チーム。逆にする意味分かんない。勝者の上司チーム、はいはいはい。で、ここ2人で、支援者、まあ、ちょっと決めてもらって。うんうん、俺、勝者出身だから、勝者でいい。ああ、頼む、助けて。一般ですけど。外交サポートできる。ちょっとだいぶそっち寄りな気はするんですけど。結構嫌なのいっぱいあるから、動画今一緒に働いてるんで、うん、あの後期、上司後期を押していきたいと思います、うん、そんな感じで、じゃあディベートスタート。はい、はい、じゃあもう先行で、じゃあ僕のいいとこ行っちゃってください。あ、いいですね。まあ、やっぱりロジカルっていうのに尽きると思うんですよね。で、うん、なんでいいかっていうと、うん、ロジカルだとこう言われた方も改善する余地があるじゃないですか。たとえ厳しく言われても、うん、なんか自分があと頑張って良くすれば、うん、まあ多分褒めてくれるじゃん、うん、で感情になってしまうとこう嫌われたとか自分が頑張ってもどうしようもないところで怒られてるんで、やっぱり僕はこっちの方が上司としてはすごくありがたいな、うん、なるほど、手応えあった、ありますね、これは手応えあるじゃん、ありますね、勝ったんじゃないかと。いや、なんかそんなゆうすけさんの普段の働き方見てて思うんですけど、なんかこう、はい、人をすごく大切にされてらっしゃる方結構思えないなと守りの角度すごいな思いながら今聞いていて、うん、僕はやっぱりこうサスケみたいなこう人情味というかね、うん、人間関係を大事にしてその上で働く、そこで成果を出すみたいなね、そこを追求できる人間の方がやっぱりこうバランス取れて職場にいらっしゃる方々はもう気持ちよく働けるんじゃないかな、うん、結果としてチームの連帯感が生まれて、うん、それ何か達成した時に得られるものっていうのはやっぱなんかロジックとか、 なんかドライな関係値で進めてるプロジェクトよりも、うん、我々の方が最終的に得る幸せっていうのは圧倒的に大きいように感じます。あ、おささんの意見も確かに一定理解はできて、まあぶっちゃけそのロジックとファッションゼロ中ではないじゃないですか、あの外婚上司も商社上司も、うん、まあ、どっちを軸置くかっていう話だと思ってて、うん、その時にあのちょっと他の森岡さんが神戸大学の先輩の数字に熱を込めろっていう、おー、いいこと言うじゃん、熱に数字を乗っけてはいけないんですよ。
そうなんです。つまりあのそういう解釈で合ってるのかな、その多分これは本の解釈合ってる。森岡先生も多分合ってる。結構放送の森岡先生読んでるらしい。俺の方が近いかな。大学系統的に。まあでもそうなんですよ。あのつまり軸を数字に置くべき、ロジックに置くべき、置いた上で人間味があるっていうのがいいんですけど、うん、感情を軸にした上でそこに数字とかなんかロジックを乗っけても方向性がそもそも違ってたらあのお話にならないんで、やっぱりロジックの大切さ。論理は前提ですからね。楽しいその職場。いやでもやっぱりあの、まあ、僕野球やってては思うんですけど、成果はやっぱり一番大事なところにそれはあって、でそれを達成するのに多分手段としてやっぱり人間性とか職場の環境とかっていうところが結局必要なんで重要にはなってくるんですけど、やっぱ最終目的は数字とかロジックであるべきだなと思います。でも飲み会行きたくない。勝者上司出てますね。昨日飲み会楽しんでたよね。すごい楽しかったです。数字なんか行こなかったよね。しょうもない話ばっかりしてた。いやそうですね、その途中はねやっぱガッてやるのがいいですね。やっぱ数字とか成果が出た上に楽しさがあるんで、非合理的な乗り方をしてる中で行くのに行こうよ。そうですよね、最上司なんですよ。それは成り合いですよ。なるほど、うん、そういうね、バランス取れた人であればね、まだ言っていいとか、ね、数字に本当に熱込められる人なのであればね、うん、でも数字合理主義の上司で世の中問題起こしてる人いっぱいいるよ、はぁはぁはぁ、ありますよ、もういろいろ本当に。なんか本当にやっぱりこう、もう数字数字数字ってなってしまうと、どうしても対人間同士の職場なんで関係性崩れちゃったりとか、楽しく働けないみたいなのがすごくあって、うん、結局は、まあ、数字大事だよ。だけど、やっぱり楽しくモチベーション高く働ける職場の方が、うん、みんなハッピーじゃねっていう。あの外交上司ダメですか。じゃあ外交上司は、あのね、垣間見える1割の可愛さみたいな。そう、1割の可愛さがあるからちゃんと。あれはね、可愛いかいいと思う。突っ切ったあの、もう髪破く時の外交上司は可愛いよ。確かにね、確かに、あれ良くない。あれは良くないですけど、あれは良くないですけど。まあでも根底はね、でも部下の仕事が悪かったから破いてる。そういうこと。そうですね。成果が出なきゃいけなかった。いい破く。破かないわけです。破かないんで、それはね。そこはなんかね、部下としてもやっぱ改善の余地があります、ね。そういうことよ。そろそろ終わりましょうか。まあ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 、人情味パッション押しもつらかったよ。確かに仕組みが大事だなとか思いながら、そっちも大事だなと思いながら聞いてたもんね。なぜならロジカルだから。まあ難しいよね、結構強い武器をもらえます。そもそもロジカルじゃないと成立しないもんね。そう、うん、だからユースケのその数字に熱を込めるみたいな言って、いい話だったよね。結構まあ やられたなと思ったよ、うん、今後も仕事でそれやっていこう。なんか怖いですね、自分を締め付けてる感じが。なんか最近どっかで学んだんだけど、うん、なんかその組織作りって国語とか英語じゃなくて物理とか数学だよねっていう話が、なんかあんまピンとこないですけど、やっぱりこう組織を作るとき再現性がある、うん、ものだよねっていうことをそこでは伝えたくて、うん、数学みたいに物理みたいな綺麗な公式があって、うん、やっぱそこに当てはめると組織が綺麗に回って事業も成長するみたいな、うん、そういうのがあるから、なんか個人的にはそっち寄りだった。やりに感情的に前提としてね、すごいね、視聴者ちゃんと。その中でやっぱりこうまあね、うん、関係値も大事だよねみたいな、うん、そんな感じで考えております。ただ僕一方で割と自分はそっち寄りだなと思って。これはもうあのサスケさんの話になるんですけど、商談とか同席すると出だしのトークとかで何を言うかっていうところ もちろん正しいんですけど、どう雰囲気作っていくかみたいなところでテンポなんどころをグッとつかむんで、なんかやっぱりそういうソフトな部分すごい大事だなっていうのは正直めっちゃ思います。うまいんだよこいつ。こいつ用意しようして用意しようして用意しようして、商社の気持ちだっていう。なんかだからそのロジック正しくてもなんかゴニョゴニョ言ってるのと比べると、ちょっと例えばですけども、なんかこう雰囲気正しいこと言ってる風に言えるっていうのはめちゃくちゃ強い。そうだ ね、なんかね、数値じゃなくてもいいのかもしれないけど、なんかね、根拠のない自信とかをなんか堂々と持ってる人はね、惹かれるかもしれない。うん、あとやっぱり、ね、上司っていう観点でやっぱこの人についていきたいかっていうのがすごい大事だから、言ってること正しくてもなんかひどい詰められ方すると、後期でもそうなるの。最近思いますよ、それは。そういうので出世してるやっぱ商社の上司とかいた。数字弱いんだけど人間的に圧倒的に魅力的で、ですごくパッションがあるから、逆に数字は周りのメンバー固めるんで、腰担ぐイメージに近くて、そういうすごくいい人がトップに立ってるんだけど、周りに数字強いメンバーがいてバランス取れてるチームを作る上司もいたりしたから、まあそういう例はあるかも。まあでもコンサルはやっぱロジック先行だと思って、コンサルでロジックなしはきつい。きついですね。どうしてもやっぱ話進まないから、人の感情を動かす仕事とかってやっぱ情景大事なんだけど、やっぱどうしてもコンサルはロジック先行の仕事がすごくなるから、これはあるから、あんまりいっぱいいると人格が曲がりがちっていうのが。でも会社経営でさ、いろいろこうカルチャー作る上で数字を求めるカルチ
ちゃうとさ、うん、やっぱりこう楽しさとかさ熱量を持ってカルチャーってめっちゃバランス考えるのよ、はいはい、すごいそれを調整してるよ、ね、職場環境をすごい大事にしたいと思ったユースのね、うん、特集もそうだからすごく重要なトピックだし、まあ、両方大事っていうことになるんだろうと思う、うんうん、実際バリアも両方大事ってものを据えさせてもらってますからね、うん、そうだね、うん、数字大事やでって言ってるバリアもあれば、うん、いい関係値きちんと作ろうねみたいな、うん、そうだね。まあでも今入ってくれてるメンバーの方々最近すごい増えてますけど、うん、そういう方々に入っていただけるから嬉しいなって思いますね、うんうん、ここはもう自信持って言える。その流れでというわけでそんなメンバーを、ああそうねそんなメンバーを、そうなんですよ事業が急拡大しておりまして、はい、素敵な仲間を見つけたいなという旅に今私たち出ております。正社員大募集中でございますので概要欄の URL チェックしてみてください。ぜひぜひお願いします。もう本当最近はね、いやなんかね、ミッションがいいものが出来上がっちゃって自分で言うな、そこに集まってくる人たちね、もう魅力的な人たちだらけになってきちゃった、うん、と増えてきた。新しいメンバーが入って飲み会やりましたもんね。そうね、ユースケの女性問題女性問題女性問題、それは女性じゃない、違う問題、女性が採用できたから女性の話になったんだよね。ユースケの女性問題がないことに対する問題、まあまあまあ、そういうこと、彼女がいないから、これここの彼女がいない、直訳するとね、彼女がいないでもなるかもしれないですが、まあそこはまだわかんないね、まだわかんない、まだわかんない、はい、ということで、まあ、正社員募集中概要欄から応募してますし、現在特集では無料でキャリア相談を、引き受けておりますということで、まあ、現職の悩みがある方とか外の世界気になる方ね、ぜひ気軽に我々に応募いただければそうなりますので、ぜひぜひ概要欄からお願いしますてな感じで、また次回も企画でお会いできればと思いますので、はい、引き続きよろしくお願いしま す, お願いします。それではまた皆さん次回お会いしましょう。 See you next time. バイバイ。今回、視聴者限定で無料で転職相談に乗れる機会を提供いたします。大手からベンチャーまで幅広く300名以上支援実績のある優秀なコーチングスタッフが担当いたします。20代から30代で転職に挑戦してみたい皆様が対象になっております。転職活動の進め方がわからない。現職にモヤモヤしている。転職に興味あるんだけど自分のスキルに自信がない。このチャンネルに出てくるゲストみたいなキャリアが歩みたい。こういった思いや悩みを抱えている皆様は、ぜひですね、概要欄の方から応募してみてください。数には限りがありますので、お早めに。皆様の挑戦お待ちしております。